まさか身近に嘘つきがいたなんて。まだお子さん小さいのに今からそんなんで大丈夫なの？もしかして私の娘のことを言ってるんじゃないよね？そうじゃなければこんな LINE 送らないでしょ。私の娘はいい子だよ。人に嘘なんかつかないし。親子揃って嘘つきとか本当にドン引き？なるみさんも本当はわかってるんでしょ？娘のおうかちゃんが嘘つき常習犯だって。何度も言わせないで。私の娘は嘘つきなんかじゃない。テストで100点を3回連続とか、運動神経が良くて男の子よりも足が速いとか、水泳が得意とか、ピアノのコンテストで1番取ったとか適当なこと言ってるって聞いたけど？それ嘘じゃなくて全部真実だから。あのね、自分の子が特別だって思い込みたいのはわかるけど嘘は良くないよ。あなたの子は平凡な子供なんだから嘘なんかつかないで。嘘だと思うなら証拠の写真でも送ろうか？え？本当にテストで100点を3回取ってきたし、ピアノのコンテストで1番取った時の症状がある。そんなのいくらでも偽造できる。はいどうぞ。何よこの写真。今送った写真が証拠の写真だけど、今の短時間で偽造なんてできると思う？私に指摘されると思って準備してたんでしょ？誰がそんなめんどくさいことすんのよ。じゃあ足が速いとか水泳が得意っていうのは？足が速いのは学校のみんな知ってると思うし、自分のお子さんに聞いたら。水泳も得意だよ。水泳スクール行ってる子に聞いてみて。どっちも嘘だって私の息子が言ってるの。は？本当は足がすごく遅いのに自分で速いって言いふらしてるって。水泳スクールも下手くそでいつも溺れてるって言ってた。なんでそんな嘘つくかな。私の子が嘘つきだって言いたいの？だってあなたのお子さん水泳習ってないじゃん。友達から聞いたって言ってる。あっそ。まあ別に無理に信じなくていいけど、私の娘の前でそんなこと言ったら許さないから。娘を傷つけたらどうなるか分かってる？もしかして私のことを脅すつもり？そうやって自分が不利になる時は実力行使するとか最低。ちなみにあんたの娘が嘘つき女だってことはもうみんなに言ってるから。は？こないだの食事会、なるみさんは参加しなかったでしょ？その時にあなたの娘が嘘つき女だって言ってるから。何ふざけたこと。ちなみにあなたが今私に必死に嘘を言ってることもみんなに言っちゃおう。親子揃って嘘つき女なんて最低ね。やっぱり血は争えないってやつかしら。今すぐこの地域から出ていけ。私マンション購入してるから引っ越しなんかできない。なんでそうやって嘘をつくのかな。あなたのお子さんも嘘ついてるみたいだし、子は親の真似をするってことか。ちょっと何自分のこと棚にあげて言ってんのよ。私の息子は嘘なんてつかないし、私も嘘ついてない。肩身の狭い思いをしたくなかったらマンション売却してさっさと出ていけ。あなたが言ったこと誰も信じてないからいいよ。は？食事会の後ママさんから連絡が入ってね。ミカさんが裏で私や子供の悪口を言ってますよって教えてくれた。はあ？何それ、告げ口してたってことじゃない。告げ口じゃなくて真実を報告してくれたの。教えてくれたママさんが注意するって言ってくれたんだけど、私の方で対処するから何もしないでってお願いしたの。だから食事会でみんなから無視されてたんじゃない？え？何それ、気づかなかったんだけど。なんか反応薄いなぁとは思ってたけど、私無視されてたの？気づけないハッピーな脳みそでよかったね。ちなみにこれは警告。次娘の悪口を言ったら許さないから、肝に銘じておくように。あーやだやだ、嘘をついた後は脅しですか？嘘つきの暴力家族が近くに住んでるなんて怖くて夜も眠れない。あっそ、なら365日毎日起きてろ。あ、ちょっと待ちなさいよ、なるみさん。忠告は以上、次はないから。あ、こら待て。私の名前はなるみ、タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今 LINE をしていたのはママ友のミカさん。彼女は私の娘のことを嘘つきだって言って回ってるみたい。なんでそんなことになったのかは知らないけど、
注意しても聞かないし、きっとわざとなんだろうな。次はないよって警告したからおとなしくするかと思ったんだけど。2週間後、今日の食事会に嘘つき家族が来るなんて聞いてないんだけど。っていうかまだ引っ越してなかったの？早く引っ越ししろって言ってんのに。まだそんなこと言ってんの？娘のことをバカにしたら許さない。今日の食事会はみんなお子さんも連れて行くんだから、私の娘に絡まないでね。桜花ちゃんが嘘をつかなければ絡むことはないけど、もしいつもみたいに嘘つきを発動するようだったら指摘してあげないと。それが大人の私にできることでしょ。私警告したよね、次はないって。今日何か騒ぎを起こすようだったら本当に許さないよ。あなたの娘とあなたが嘘をつかなければいいだけのこと。今日の食事会が楽しみだわ。1時間後、やってくれたなクソ野郎。私が何度注意しても嘘をつくから桜花ちゃんのこと怒っただけよ。私の娘がいつ嘘ついたって？旅行にいっぱい行ったことがあるとか、来年海外に行くとか適当なことを言ってたから。その話全部本当だから。そんなわけないでしょ、子供のくせに見え張っちゃって。あとお母さん一人で寂しいよね、お父さん欲しくないのって聞いたら、お母さんは私のことを大切にしてくれてるし、寂しいなんて思ったことない。それに最近お母さんと仲がいい男の人がいて、その人がいっぱい遊んでくれるって言ってて。それの何が気に食わなかったの？気に食わないとかじゃなくて全部嘘でしょ。あ、お父さんがいなかったら寂しいに決まってるし、なるみさんと仲がいい男の人がいるっていうのは嘘。まったく本当にこれだから嘘つき家族は困るのよ。早く引っ越せ迷惑家族が。お前許さん。え？てかあなた桜花を突き飛ばした後すぐに姿を消したみたいだけど、どこにいるの？突き飛ばしてすっきりしたからタバコを吸いに来たの。今は外の喫煙スペースにいるけど。桜花が泣いて大事になってる。え？あなたから突き飛ばされて痛いって泣いてる。ちょっと待って、確かに軽く突き飛ばしたけどそんなに強く押してないし。みんなから何かあったのって聞かれて桜花が説明してる。はあ？桜花ちゃんはなんて言ってるのよ。パパがいなくて寂しいんだよねって言われたから、そんなことないって答えたら嘘つくなって睨まれたって。そこまで強く言ってないわよ、本当のこと言っていいのよとは言ったけど。子供がどう受け取ったかが一番重要なんじゃないの？それは。でも証拠は？証拠なんてどこにもないんだから作り話かも。それがあったんだよ証拠。はい？桜花がたまたま写真を撮りたかったらしくて、私の携帯を使ってた。使い終わった後間違えて録画ボタンを押してたみたいで、映像は映ってなかったけど音声はバッチリ。そんなどんな偶然よ。今その音声を聞いていてママさんみんな大激怒。前から私や桜花の変な噂裏で回してたみたいだし、めっちゃ怒ってるよ。ちなみにあなたの息子さんは家で嘘ついたこと謝ってる。ちょっと、私の息子をいじめてるんじゃないでしょうね。大人で寄ってたかって恥ずかしくないの？あなたの息子さんは自分から暴露したの。自分からってなんで？最近パパとママが喧嘩ばかりしてて、ママは疲れてるんだ。だから何でもできる桜花ちゃんが羨ましいんだ。僕がダメな子だからって。ケンスケ、ママを助けるために嘘ついたけど本当はダメなことだって分かってた、ごめんなさいってさ。なんで認めちゃうのよあのバカは。ついでに私と旦那の仲が悪いことバレてるし、本当に最悪。私の計画が台無しじゃない。お前本当に調子乗んなよ。え？私の子供は強くて普段泣いたりしないのにこんなに追い詰めたのは誰？自分のお子さんを追い詰めて嘘までつかせたのは誰？私は悪くない、嘘をついたのは息子の責任で。もういいわ、消えろ。なるみさん、なんだかいつもと様子が違うけど。ちょっとした冗談なのに何マジになってんの？あんた店には戻ってこない方がいいよ、みんなこの LINE 見てブチギレてる。え？旦那さんが迎えに来てくれてるから、あんたは喫煙スペースでタバコでも吸って待ってろ。ちょっと待って、なんで旦那が。あんたに明日は来ない。以上、それじゃ。こら待ちなさい、まだ話の途中でしょ。
こらゆりとひまわりとミカのライン。汚い声でわめくなゴミ虫が。子供を突き飛ばし泣かせるなんて最低です。今お店に戻ってきたら袋叩きにされるので来ない方がいいですよ。なんで私が悪者みたいになってんの。私は悪いことなんてしてない。うーわ、ドン引きです。私の大切なナルミさんに喧嘩売り桜花ちゃんを突き飛ばすなんて、あなたの命で償っても足りないくらい。確かナルミさんと仲が良かったわね、あなたたち。だいたい偶然録画なんて都合良すぎるし、桜花ちゃんは基本何しても泣いたりしないって聞いてたのに。確かにあんまり泣いたり怒ったりっていうのはしない桜花ちゃんなのに珍しいですね。だってあれ嘘泣きですから。え？嘘泣き？ちょっと待って、どういうこと？軽く突き飛ばされたくらいでは桜花ちゃんは泣きません。なるみさんに似て心が強いかっこいい子ですから。だからといってあなたがした行為は許されませんけど。でも涙も出てて痛いって悲しいって泣いてたよ。嘘泣きなんてやっぱり嘘つき女の子供ね。守るための嘘なら私はいいと思います。どういうこと？お母さんを悪く言われて桜花ちゃんは怒っていたんです。だからあなたに突き飛ばされた時、あなたのしたことを明らかにするために泣いたんですよ。けどそれってつまりみんなを騙すための嘘ってことで。でも怒ってたり悲しい気持ちはあったんじゃないですかね。は？心は傷ついていたんだと思います。なにそれ気持ち悪い。ちなみにもし何か嫌なことを言われそうであれば写真を撮るふりをして録画ボタンを押すように伝えたのは私です。はぁ、あ、なんてこと。強すぎる、強すぎるぞ。ゆりも桜花ちゃんもそのことはなるみさんは知ってるんですか？もちろんです。嘘泣きだということは知りませんが。クソ女どもが。ダメですよ、ゆりをそんなに刺激しちゃ。私はなるみさんのことが大好きなんです。お前のようなゴミクズを排除するのが私の仕事。お前もういいよ、退場しろよ人生から。ほら早く早く。くー、言わんこっちゃない。ゆり様。え？噂で聞いていたんです、なるみさんを怒らせたら出てくる裏の顔、ゆり様。それでどうしても会いたくてわざとなるみさんにちょっかいをかけてたんです。え？でも会ったら最後死神と一緒でおしまいになるけど。私ゆり様にだったらいくらでも使えます。ます駒になりますから。え？え？ちょっと待って、どうなってんのこれ。気持ち悪い。私ヤンデレとかメンヘラとか大好きなんです。なるみさんを守るゆり様の姿はかっこよくて、ずっとお目にかかりたいと思っていました。え、過去のこととか全部調べ尽くされてるんだよ。私のことを知ってくれてるなんて嬉しすぎる。私の好きな漫画のキャラのサユリにそっくりで、ヤンデレの闇の部分がかっこよくて。黙れ。え、ゆり様。そんなくだらない理由で私の大切ななるみさんを傷つけた。桜花ちゃんのことも。もうそれはゆり様に会うためで。なんかこの人気持ち悪いです。黙れ。何の努力もせずにゆり様の隣にいる女が。私ひまわりのこと大好きです。大好きで可愛くて、いつも手をつないで抱きつきたい。なんでゆり様、私の方が尽くして何でもできて。ゆりが私を大好き。顔もキュートで可愛くて私の好みすぎ。嫌だ、こんな女を好きなんて言わないでください。私は推しが誰かとくっつくのなしなタイプなんで。既婚者に何を言ってるんだか。そういう問題じゃない。怖い。ひまわりおいで。え、ぎゅー。ゆり様がおぶつとハグ。いやよ、いや。ゆりがハグって、なんで。ひまわりも可愛いですね、私のひまわり。私のこと好きだとは思ってたけど、ここまでとは。嘘だ嘘だ嘘だ。私あなたにはけほどの興味もありません。あなたのことを嫌いということもなければ好きになることもない。好きの反対は無関心とはよく言ったものです。
嫌です。私のことを好きになってくれないとしても、せめてせめて恨んでください。私ずっとユリ様のことを推してて、あなたのものをすべて奪った後、一人寂しく生きてもらいます。もちろん永遠に私に会うことはできないと思ってください。ユリが言うならそうなるな。なんでそんな何でも知ってるみたいな反応するのよ、ひまわりさん。私とひまわりの仲ですから。旦那様がお迎えに見えましたよ。早く消えてください。ひまわり、あーん、え、あーん、こんなの許せない。ゆりとひまわりのライン、いつまでくっついているんですか。早く離れなさい。え、続きの案は。そんな気持ち悪いこと誰がするんですか。ああ、早くなるみさんで消毒したい。やっぱりこんなオチなの。嘘をつき続けるミカさんには嘘でお仕置きです。そんな。その後、ミカさんは旦那さんに連れられてそのまま帰っていった。そして離婚届にサインをさせられ、無事に離婚が成立。息子さんは旦那さんが引き取ることになったみたい。旦那さんとはもともと離婚の話が出ていて、その理由がミカさんの趣味、漫画に没入して朝から晩まで漫画を読み漁り、家事をしない毎日、推しが推しがとお金をグッズなどに使いまくっていたみたい。そのキャラがユリにそっくりなんだってさ、性格も見た目もね。だから仲良くなって一緒にいたかったみたいだけど、ユリはオール無視。それが一番効いたみたいで、彼女はしおれた花みたいになってた。離婚した後は慰謝料を払うためお金はすっからかん。家もなくどこかでホームレス生活をしてるみたい。彼女を旅行先で見かけたっていうママさんが言ってたんだけど、ユリ様、ユリ様どこって徘徊してるみたいで、ちょっと怖いなとさえ思った。多分彼女にとっての一番の地獄だね。ああ、そうそう、娘からは、ママ実はね、泣いたのは嘘なの。本当は痛くなかったよ。でも私、ママを守るためだったら嘘もつく。私強くなりたいから。って、ちょっと涙腺が熱くなったよ。だからゆりさんにいろいろ教えてもらうのって聞いたら涙引っ込んだけど。ゆりとひまわりの珍しいイチャイチャシーンは動画に収めたんだけど、ゆりから消してくださいって言われちゃってさ。もちろん消さずに大切に保管してるんだけどね。レン、あんた大丈夫なの？メズキ、何が？今日おばさんに会ったんだけど、レンと全然会えないって。仕事が忙しいみたいだって心配してたよ。この間いとこでみんなで集まった時もレンは来なかったでしょ？ああ、確かに最近忙しくてな。なんかここ一年で急に忙しくなったって聞いたけど。上司が変わったんだよ。それが大きい。でもレンって営業職だよね。しっかりノルマをクリアしていれば出勤緩いんでしょ？前は結構ゆとりがあったよね。上司が変わっただけでそんなにシステムも変わるの？完全にターゲットにされてる。それハラスメントってこと？そう、すごいよ。もう俺高卒だからってバカにされてる。 LINE のスクショ送るからちょっと見てみてよ。レンと上司の LINE。おいお前さ、マジで何考えてるの？クズ沢主任、どういうことでしょうか？はあ？お前本気で言ってる？マジでわからんの？はい、申し訳ありませんが、何のことかわかりません。マジか、高卒だもんな。仕方ないけどさ、大学に行ってないやつってこんなこともわからんのか。何のお話でしょうか？お前のそういうところがダメなんだよ。てか自分で考えろや。ああ、マジでなんでお前なんかが部下なんだろうな。自分で考えることもできやしない。本当にゴミすぎて話にならんわ。申し訳ありません。それでは私、商談がありますので失礼します。はあ、商談？はい、 A 社から問い合わせがありましたので。それ俺が行く。資料とか準備しておけよ。いえ、私の指名なので。以前他社でお付き合いのあった方が A 社に行ったんです。だから？だから先方は私を指名しているんです。それはお前の力不足だろうが。そんなこともわからんの？はい。お前舐められてんだよ、わかる？お前なら安く買い叩けると思って指名されてんの、わからんのかな。失礼ですが、今扱っている商材は価格が一定ですよね？
誰が担当しても価格は変わりませんが。ああ、やっぱりわからんか。お前高卒だもんな。わからんよな。相手の気持ちを考えるっていうのができないんだよな。とにかく俺が行く。それはできません。主任には主任のお仕事があるじゃないですか。はあ？生意気抜かしてんじゃねえよ。大体な、契約の話が来たら普通上司に話をするものだぞ。A 社ですから課長には話をしてあります。大口になりそうな可能性が高いですし。それがおかしいんだ。俺は主任だぞ。とにかく、先方は俺を指名してきたんだ。はい？お前わからんのか？そういう方にしとけって言ってるんだ。そんなの通用するわけがありませんよね。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋。そして保護猫カフェからやってきた猫のねにゃまると毎日楽しく暮らしているよ。蓮は私のいとこ。同い年だし家も近かったからすごく仲がいいんだ。基本的には無口で淡々とした性格なんだけど真面目でね。信頼のできる人なんだよ。なんか昔から妙にどっしりとしているんだよね。今は営業の仕事をしてるんだけどまさに転職。月1000万以上売り上げているよ。私も営業の仕事をするんだけど、蓮に教わって売り上げがかなり上がったんだ。いとこの私から見てもとても優秀な人だと思う。そんな蓮にきつく当たっているのが主任のクズ沢って人らしいよ。高卒だからってバカにしてくるらしいんだけど。あれ？クズ沢？クズ沢ってそういえばどこかで。おいお前、今朝の話どういうことだよ。今度は何ですか？ A 社との契約が完了したって話だよ。またお前の契約が増えたじゃねえか。俺の売り上げ取るんじゃねえよ。お前みたいな雑魚高卒社員は月1000万売り上げてもクズ。もうお前はクビだ。上司のために仕事できないゴミが。あなたも高卒ですよね。え？今まで興味ないので聞かなかったのですけどね。高卒高卒とバカにしてくるので、さぞかし立派な大学を卒業しているものだと思ってましたよ。いや俺は大学全部落ちてそれでフリーターしてましたよね。なんで知ってるんだよ。やっぱり。あ、いや別にそんなことでバカにしたりしませんよ。私も高卒ですし、それにフリーターからこうして正社員になって、それはそれで素晴らしいことじゃないですか。お前俺の個人情報をなんで知ってるんだよ。ふざけるな、ふざけるな。社内政治はお得意みたいですが、奥様との関係はどうですか？は？実は私のいとこが奥様のママ友だったみたいで、いろいろ聞かせてくれましたよ。な不倫がバレて離婚したんですよね。ちゃんと会社に届けましたか？手当が出ているのに黙ってたらまずいですよ。お前どこまで知ってるんだよ。あとは交通費を支給してもらっているけど、実際には近くのサウナから通っていること。不倫して家を追い出されたんですもんね。それといろいろと会社側に経費を請求していますが、それも悪いことしていますよね。いや違うんだよ。わかった。ほら俺は課長になる男なんだ。お前も知ってるだろ、課長が体を壊してるって。だからな、俺が課長になったらお前を主任にしてやるから。あ、次の課長は私なので。はあ？だってお前は平社員じゃないか。営業に専念するために平社員だったってだけですよ。私は他の人の2倍売り上げていますからね。以前からそろそろ上に上がってほしいという話はありました。でも俺が主任なんだぞ。それに係長だっているし、あのぼーっとした係長は課長なんて無理だろうが。何も知らないんですね。え？係長が部長になって私が飛んで課長になります。皆さんも同意しています。じゃあ俺は主任のままか。え、どういうことだよ。いやいや違いますよ。主任は別の人間に決定しています。俺はじゃあ社長になるのか。本当に頭悪いですね。なんだと。あなたと部長長年一緒に悪さをやってきましたよね。まとめてクビですよ。今日その発表がありますから。やだ多職権。それでは私商談がありますので。待ってくれ。あれ、クズ沢？そういえば聞いたことがあるなぁと思っていたらママ友の名字だったよ。以前から元旦那さんのハラスメント気質や悪いことを当たり前のようにやるような人柄に対してすごく悩んでいたみたいなんだよね。
元旦那さんは当たり前にゴミをポイ捨てしちゃうような人なんだよ。レストランの店員を怒鳴ったりもするし、人として恥ずかしすぎるよね。で、最近離婚が成立したんだけど、不倫の情報を集めている時にさ、不正の情報とかも一部集まったらしいんだよね。だからね、この情報を何とかしたいって言ってたんだ。そんな時に、レンに嫌がらせしている上司だって知って、こりゃもうさ、来たーって感じでしょ？早速資料をまとめて会社に送ってあげたんだ。どうやら部長と一緒に悪さをしていたみたいだね。てか自分も高卒なのに高卒をバカにするって何？まあ、レンが優秀だから突っ込むところなかったんだろうな。あ、オットセイのモノマネですか？なんで俺がクビなんだよ。しかも金払えって。当たり前のことでしょ。出張費の水増し請求、部長との食事も経費として請求、領収書も改ざんしてましたよね。それと不倫相手が小料理屋のママさんなんでしたっけ？その店での飲食費を接待したと請求しましたよね。詐欺罪や業務上横領罪、あとは私文書偽装罪なんかもあるのでは？え、いや、私はその辺詳しくないのでわかりませんが、会社の方は賠償だけではなく警察に出るみたいですよ。やめてくれ、俺のキャリアが。よく言いますよ、それも全ては嘘だったんでしょ。いや、部長も部長ですけどね。それにしても恥ずかしくないんですか？何がだよ。言ってしまえば生き方全てが恥ずかしいですけど、他社の契約を奪って自分のものにしたり、それでのし上がって何が得られるんですか？わかる人にはあなたの愚かさはわかりますよ。それに A 社との契約に関してもいろいろやろうと裏で動いていたみたいですね。私をクビにさせようとしていた人がクビになるとは、体を張ったギャグですか？やだ、やめてくれ。いや、お見事お見事。このクズサワさんって人はフルコンボを食らったみたいだよ。長年悪いことをしていると感覚がわからなくなるのかね。部長さんと一緒に結構な額をやらかしていたみたい。結局額も額だし、それに連をはじめ部下がハラスメントで訴えたの。その結果まさかのお勤めコースになったよ。でも人をバカにしてその人から手柄を横取りしようとする、恥ずかしい人だからな。自業自得だと思うよ。みずき、今回はいろいろとありがとうな。にゃにゃまるちゃんと千秋ちゃんにプレゼント送ったよ。あとはみずきと旦那さんにもちょっと送ったから。うわ、さすが割れんだね。届くの楽しみだよ。わざわざありがとう。あのさ、一つ質問があるんだけどいい？何？なんで今まで行動に出なかったの？レンがあんなことされて黙ってるタイプには見えなかったんだけど。昔から何かされたらすぐに反撃してたでしょ？ああ、そういうこと。うちの会社ってさ、結構古い会社なんだよね。大して仕事してなくても長く働いていればそれだけで有利になるんだ。まあそういう会社は多いよね。それにあのクズ沢以外にも不正をしている奴はいる。俺はそれを全部正したいんだよね。そのためには小さく動いてちゃダメなんだ。まさか。ずっと情報を集めていたんだよ。でも向こうもなかなかやり手だからね。会社内では情報があんまり集まらなかったところに、瑞希がクズ沢の元奥さんから情報を持ってきてくれた。騒ぎが大きくなればなるほど会社も変わる可能性が出てくる。そういうことか。レンはあのクズ沢さん相手に戦っていたというよりは会社そのものを変えようとしていたってことね。そういうこと。俺、先代の社長に憧れて今の会社に入ったんだ。正義感のあるかっこいい人でね、俺みたいな陰キャにとってはまさにヒーローって感じ。もう亡くなったんだっけ？そう、亡くなって今の社長になって会社がダメになった。俺それが許せないんだよ。先代社長が天国から見たらどんな気持ちになるかって考えたらさ。私が言うのは違うかもしれないけどさ、こうやって思ってくれている人がいるって知ったら先代社長も喜ぶんじゃないかな。ああ。その後、あのクズ沢さんや部長さんはお勤めになったのだけど、他にも不正が明らかになってきてね。ちなみにポンコツ社長も変わったよ。今の社長さんは穏やかだけどコツコツ真面目な人、レンも信頼している人なんだってさ。ちなみにこの社長さんも先代をずっと慕っている人、レンと協力関係にあるらしく、今は二人で会社の掃除をしているよ。そんな中レンは出世、
出世した今でも蓮を指名する会社が多く、とっても忙しそうにしているんだ。うちの会社も今度蓮の会社と契約することになったから、いとことしてだけではなく仕事面でも付き合いができるね。まあ蓮のことはすごく信頼しているから、どんな内容になるのか今から楽しみだよ。さて、蓮から届いた荷物をチェックしようっと。お、にゃにゃ丸のおもちゃとおやつがいっぱい。千秋のワンピースやハンドメイドの素材もあるね。蓮センスいいんだよな。旦那にはガンプラで、私には果物と手触りのいいタオルケット。さすがだね。あ、にゃにゃ丸もタオルケット触りたいの？もうふみふみしてる。まったく、かわいいな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。